早速、はい、大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。見えるかな。光りすぎかな。いや、全然大丈夫です。はい。はい。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日暑いですね。はい、ね、暑いですね、外ですけど。ね、お疲れ様です。暑い。どちらになるんでしたっけ？神戸市西区の小幡町というところになりますね。あ、後ろに見えてるのはあれですか？ハーブガーデン。そうですね、スパイラルガーデンを作っていて、あ、路地裏線で見えますかね？はい、見えます、見えます。で、ローズマリーとかタイムとかラベンダーとか。はいはい、今、ドクダミの季節なんで。あ、なるほど、なるほど。ドクダミが。はい。まだそっちはドクダミ多いんですね。ねえ、ここはね、ちょっと湿気てるっていうか、日陰の、場所なんで、ありますけど、もう終わりですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。今日は、ね、今年から、まゆみさんとハーブ講座をね、ちょっと始めることになって、はい、で、それに伴って、なかなかまだまだ、ハーブを使ってる、なんだろう、興味あるんだけど、やっぱりハーブをなかなかこう普段のこう暮らしに生かせてないというか、どういうふうにこう使ったらいいのかなっていうところで、まだあと使ってみたいけど、ちょっとなんだろう、自分の体に合うだろうかとか、そういうちょっとした心配もしてる方も多いと思うので、まあ、私とまゆみさんが普段どんなことでハーブ使ってるのかっていうことをちょっと交えながらお話をできたらなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。まゆみさんはもともとハーブを始めたきっかけではアロマのもスペシャリスト先生でいらっしゃるので、そこからなのかなというイメージなんですけど。そうですよね、だから、もともとアロマセラピストとして仕事をしていて、まあ、精油といって植物のハーブを蒸留したものを使ってたんですね。はい。でそれをずっと使っていたんですけれども、やっぱり精油ってどのオレンジだったり、フランキンセンサス、ゼラニウムだったり、まあ、いろんな種類の精油も同じ瓶に入っているので、はい、それぞれの姿を見たこともないですし、蒸留もどういうふうにしてるのかもわからなかったので、で自分で蒸留ができたらいいなと思って始めたのがきっかけですね。あ、そっか。じゃあ、やっぱりアロマからの、こう、来て、実際のその香りを自分でこう作れたらっていうところ。はい、ね、なるほどです。まゆみ先生は今ね、もう今現在もオルタナティブスクールって言って、はい、学校もやられていて、で畑もされていて、はい、自然とで今多分横に生徒さんがきっと、すごいね、生徒さんも今通学らしてもう、よかったらね、全然参加していただいて、本当もうみんなちょっと午前中の畑の朝畑やってるんですけど、うん、そうですよ。その後、はい、でみんな休憩時間で、ああ、すごいすごい、古民家ですよね。古民家です。で、ね、理科の勉強してるので、ね、なんかこんなところで勉強できたらめちゃめちゃ伸び伸び、あ、すごい、たくさん生徒さんが、ね、いいですよね。なんか学校で人多いけど、こういうところで、ね。はい、勉強できたらすごいですよね。そうですよね。なんか本当に自然体験が実際にできるっていうところですね。で、この間田植えも終わったので。あ、ね。そこそこ田植え6月ずっとされていて。そうなんですよね。だから本当にアロマから入られて、上流でっていうところで、はい、もう畑をやられるタイミングと、ハーブを育てた、始めたタイミングっていうのは結構同じ感じで。一緒ですね。そもそも畑もね、一人で借りれないので、うん、田んぼとか畑してるメンバーと、まあ、一緒に、やることになったので、必然的に、お米と畑と一緒にやるようになりました。そうですよね。だからすごい、なんだろうな、なんかこう、ホリスティックなというか、より自然にこう、近い環境の中で、もう普段やられているという、すごい、そうですかね。ね、うん。私は逆に、どっちかっていうと街中で、自分の家でハーブを育ててるっていうところで、きっかけはガーデニングが趣味だったので、うん、ガーデニングで育てやすいものが、まあ、ハーブだったっていうところに入っていっ
でもっとハーブをこうただ育ててるだけではなくて、実際にいろんなことに利用できないかっていうところで、アロマであったり、お料理であったりっていう、最近はそうですね、ここ2年ぐらいは、まあ、ハーブティーとハーブチンキとっていうことでメディカルのところにもちょっと、学ぶようになって深く利用するようになったっていう感じなんですけれども、まゆみ先生、アロマが一番やっぱりハーブの利用としては多い感じですか？そうですね、うん、まあもう今でも育てているので、うん、もう本当に半々って言い方正しいか分からないですけれども、うん、飲むも のお茶として飲むものに関してもハーブティーを飲んでいる形で、はい、で体のケアに関しても、まあ、お風呂に入ったりトリートメントしたりとか、まあ、傷怪我とか、まあ、化粧品ってなるとアロマを使ってるっていう形なので、うん、もう半という言い方が正しいか分からないですけども、半分ごとにやってる感じですね。そうですね。でも自分が実際やっぱり育て始めるとそのフレッシュでやっぱり取れる良さっていうのも結構あって、それで上流までできるようになってくるとってなると、本当にこう香り以外の楽しむ要素っていうのがたくさんあって、私もねこの間まゆみ先生にこうね作っていただいた今実はありがとうございます。どうですか化粧水だから、ね、私もともと最初にラベンダーを大量に、ラベンダー実はね今日もですねこんな感じ。まあね、マイマイさんのこのラベンダーすごい綺麗から、もうこれで5回目かな。あ、なんだろう、畑じゃないので一気にこう刈り込むというよりは、うん、もう花がついてきた時点で取るっていう感じなので、それをこう一つずつこう刈り取ってる感じなので、結構 5日目ぐらいな感じなんですけど、数日経ったらまた暖かくなったらわーって出てきたらとこを積んでみたいな感じ で、 これが、はい、5回ぐらいっていう感じで、それをね過去 3,4 年分の溜まったやつを全部まとめて、ね、蒸留していただいて、はい、でその、まあ、純粋にこれ蒸留水 でこの間、はい、1回目の時にミントの蒸留も、うん、したので、ミントの蒸留水と一応今混ぜたやつを、うん、純粋に蒸留水で何にも入れてないんですけど、これを毎日化粧水代わりに使っていて、うん、でも全然ね、それだけで、まあ今そんなに冬場じゃないっていうのもあるんですけども、うん、全然お肌の調子がね、すごくいいんですよ。そうですよ。で、保湿、ハイドロの中にも保湿する成分が入っているので、精油の成分ですねが入ってるので、はい、本当に保湿効果はラベンダーも高いし、傷の修復作用があるので、うん、シワとかシミとかって傷なんですね、肌にとっては。そうですよね。なので、うん、それを治してくれるので、すごく上率がいい、ね、だからさっきね、まゆみ先生も私もそうなんですけど、お茶としても全然活用できるんですけど、蒸留水の活用っていうのはアロマと同じぐらい結構手軽に、本当にまずは普通に、そうですね、うん、使えるのかなっていう風に。やりやすいですね。うん、そうですね。でこれをその自分の家で作れるようになったら、なんかもう本当に化粧水って買う必要あるのかなっていう。うん。いや、本当そうです。市販品は蒸留水として売ってる市販品であったとしても防腐剤が入ってるんですね。やっぱり流通してるものなので。そうですね。なので、やはりその自分でハーブで取れたものを自分の家で蒸留して肌に使うっていうのが、まあ一番体にとってもいいですし、まあ、環境にとっても良いことかなと思うので、うん、もし可能やったら家庭で蒸留できたら。そうなんですよ。だから今回本当に蒸留を始めて、そのなんか気づきがすごく大きくて、うんうん、でなおかつうち息子がやっぱニキビが結構、あ、そうなんや。タイプで、そうなんですよ。この時期になると おでこ周りですか、汗をかかないので、この生え際のところとか結構ニキビがやっぱできちゃったんですけど、一応これをね、息子にも聞いたら、うん、結構いい感じで、あ、よかったです。治るって言ったらちょっと語弊があるんですけど、出にくくなる、ね、ま、そうなんです。で、結構シュシュチュって吹きかけて、扇風機に当たると、めっちゃ気持ちいいし、なんか今時期だったらミントがたくさん取れるから、ミント、すごくやっぱりその、なんていうのかな、メディカル的にもやっぱりいいし、っていうことで、はい、蒸留水先生何に使おうと思ってたんですけど、なんか化粧水はもう全然使えるなっていう。使います。うん、まみさん、蒸留水っ
て、結構どんな感じで使ってらっしゃいます普段は。そうですね、なんかもうね、飲む人もいるんですよ。飲まれる方もいるんです。飲めるんですけど、ただやっぱりちょっと、ね、精油の成分が入っているので、できれば肌に使う形と、はい、まあ、お風呂上がりに使ったり、もう顔だけじゃなくて体も使ってる感じ。あ、それこそそうですね、ボディーローション的に、うんうん、使ってる感じ。なるほどね。だからそういう感じで全然使えるっていうことで、まあ本当はね、まあ、まゆみさんとかは私のように自分でこうね、実際リアルにこう育てつつ、そうですね、うん、なんかそれを蒸留できたら一番いいんですけど、まあもちろん市販のハーブ、うん、乾燥ハーブとかでも全然できるので、まあ、まずはね、一回そういう体験をして、っていうところなのかなっていうふうに思うんですけど、ね、はい、ね、蒸留水は、うん、蒸留水というかハーブそのもの、油に溶ける成分と水溶性に水に溶ける成分で、うん、いろいろあるんですけど、なんかチンキにつけたり、うん、まあハイドロゾルって言って水溶性のもの、蒸留水にしか入ってない成分もあるんですね。なので、うん、その全部を取り込もうと思うと、ハーブを飲んで、で精油として使って蒸留水としても使うっていうのが一番。全部使うことができるので。なるほど、なるほどですね、うんうん、で私なんかはですね、その出し柄とかも結構今もこれね取って、この花もすごいんですけど、例えばラベンダーとかで葉っぱも結構香りがね良かったりするので、うち蚊取り線香代わりにこうローズマリーとか、そう切って、あんまりこう見た目とかですね、綺麗じゃないやつとか、そういうのは蚊取り線香のなんかハーブの上に蚊取り線香を乗せるとかすると、それもこう一緒に香ってくれたりするので、なんかそれもすごい香りもやっぱり楽しんで癒してみたいな使い方とか、そうなんですね、なんかしてて、実際にね、こうハーブ自体を燃やしてね、こう噴香っていうか、そういうこともできるので。そうですよね、もう本当にだから、本当に汚いもう枝のこの先っぽのこういうところなんかは、もうそれこそゴミ箱にポイってきたら、立派な消臭効果に、ね、この時期生ゴミとか本当にもう匂いがひどいので、なんかそういうふうにもできるしっていう感じですね。なんかその育てるのがうまくいかないっていう声をよく聞くんですけど、ハルさんの周りでそういうお話はそんなないですか？いや、たくさんありますね。そうなんだ。なんかそういう時になんか最初にこうおすすめのハーブってよく多分聞かれると思うんですけど、はい、何勧めてます？まあ、おすすめなら一番ローズマリーかミントかどっちかですね。あ、やっぱりそうですよね、一緒ですね、そうそうそう。なんかまゆみさんの周りは自由の方が多いんですかね、相談って。そうですよね、畑でやりたい人が多いですよね。畑で、私畑持ってないんであれなんですけど、畑でやるのに、畑だと多分ハーブだけじゃなくて、今はね自給自足じゃないですけど、お野菜とかを、と一緒にやっぱりやられる方多いと思うんですけど、そうですね、なんかそういうところでこう気をつけた方がいいこととかって何かあります？ハーブそのものはね、いわゆる雑草なので、仮にミントを畑の中に植えてしまったら、もう野菜ができるどころかミント畑になってしまうので。あ、なるほど。増える根で増える、根っこで増えるもの。で、ローズマリーとか苗でね、園芸屋さんで売ってるときは、可愛らしいものですけど、木になってしまう、ラベンダーもですけど、大きくなると、木化してしまうので、ハーブといえど、その場所取りとか、どういうふうに成長するかを見ておかないと、結構後々大変になってくるので。なるほど。逆にプランターだと、あんまり手入れすぎちゃうと、かえって成長がこう悪くなったりとか、で逆にちっちゃいプランターで育てる人が多いので、ってなるとローズマリーなんか成長かなりゆっくりなんですよね。だからなかなか大きくならないっつって、摘み取りたいけど摘めないなんていう話があって、だからやっぱそこは畑で地植えで育てる育ち方と、プランターで育てる育ち方のスピードとか、あれも全く変わってくるっていうことになりますよね、やっぱりね。そうですね。だから逆に地植えだったらもう豆に剪定というか、もう引っこ抜くぐらいの勢いでもいいのかもしれない。ローズマリーは引っこ抜くってイメージ私ないんですけど。そうです。まあ引っ
っこ抜くというか、まあ、あの、畑の方にお勧めしているのは、あの、コンパニオンプランツとして使えるものは畑に植えてもいいんだけれども、以外のものはスパイラルガーデンみたいな形でちょっと囲ってあげて、そこにハーブを置く方がよくて、コンパニオンプランツで使えるのってバジルとかパセリとか、イタリアンパセリとか、あの、もう本当に一年草とかで、その都市だけにしかできないもの、まあ、カモミールとかもそうですけれども、そうですね、そういうものにしないと、あとあと、すごく大変になってくるので。はいはいはい、そうですね。うん、なるほどな。その違いは確かに大きいですよね。で、また畑に、そうか、そういう意味でもスパイラルガーデンって、あの、普通に、こう、畝で植えるよりは、ちょっと敷き入れるというところ、うん、それこそ、あんまりミントとか根の張るやつだったら、スパイラルの外側とかに、はい、こう、咲くというか、はい、で置けばそんなにこういかないので、そういうコーナー的な感じで使うっていうのは面白いですよね。可愛、はい、いですね、うん、本当にあのイメージとしても見やすいし、ハーブも楽しめるので、畑の中に入り込んでしまったら楽しむ余裕がなくなってしまう。なるほどなるほどなるほど。あ、逆に雑草としてのこう苦労の方ばっかりがこういっちゃうっていうことですよね。あ、それは確かにいいアイデアですね。あ、だから今まゆみさんの後ろにでやってらっしゃるスパイラルもそんな感じ。そうですね、まあ、あのここはね、ちょっとスクールの横の敷地なので、畑っていうよりかは、うん、あの中に囲ってっていう感じはありますけどね。なるほどなるほど。ちなみにあのスクールでハーブに何か触れたりすることあるんですか？あ、お料理でね、お昼ご飯の時に作って、うん、使っていただいて、で、ね、まあ、ハーブやったり、まあもうね、子供たちは割ともう毎日のことなんで、あんまりね、興味はないかもしれない。まあ、ドクダミをチンキにしたりとか、まあ、ローズマリーチンキにしたりとか、まあ、ね、毛が。傷とかに使ったりしてますね。あ、なるほど、そっか、なるほどね。傷とか怪我とかお子様にはつきものですもんね。うんうんうん、あ、そういうのを、そっか、子供にね、親が作ってっていうのもいいですけど、うん、例えば夏休、これから夏休みなので、夏休みに研究的な感じで、そういうのを作っても面白いかもしれないですね。面白いですね。うん、確かに。まゆみさんのところでもなんかそういう夏休みの企画ってあるんですか？あ、はい、一応夏休みにサマースクールを今月末からしようかなと思ってるので。あ、それも今、いらっしゃる そちらのが会場というか拠点というか。ね、今年はちょっとね、もう一つの学校さんと一緒にやろうってことになっていて、はい、で、その他にある学校さんと一緒にやることになってるんですよ。あ、うん、じゃあ、一般の方はちょっと、あれですかね、申し込み。一般の方が申し込みできる。あ、申し込みできる。あ、一日体験みたいな。一日体験。一緒、一週間、7日間のプログラムがあるんですけど、はい、その中で一日体験でも、7日でも、3日でも、5日でも、選んでいただけるので。7日間の場合は、7日間毎日通うっていう感じになるんですか？はい、そうですね、はい。なるほど、それは楽しみですね。いろんな体験ができるんで。オルタナティブスクールで検索したら出ますかね？そうですね、オルタナティブスクールで、今ちょっとその案内ページを作ってるので、はい、またリンクの方送ります。あ、そうですね、そしたら一応これ動画配信の時にリンクも貼りたいと思いますので、はい。はい、まあそんな感じで、あっという間に、ごめんなさい、もう20分であと5分ぐらいなんですけど。あ、早いですね。見えるかな、せっかくやったら。あ、見えるかな、見える。いや、でも、後ろの景色、雰囲気的には。見えます？今ね、これ、どうしてるんで。ミツバチです。あ、おー、すごい。養蜂。両方ですね。で、ちょ、割とも今の時間帯からね、みんな活動時間なので、結構飛び立ってるんですよ。あまりちょっと近づくとね、危険ではある。ああ、そこそこそこ。あ、やっぱりそれはそこそこそこ。なるほど、なるほど。やっぱりね、向こうもね、攻撃してきたと思うので。あ、そっか。なるほど。あまり近寄りすぎないで。で、今のその鉢の隣でしたよね。はい、そうですね、蜂の隣に、で、またミツバチがこうお花の蜜を、ハーブの蜜をついてくるので、はいはい、そういうので、ハーブガーデンとミツバコ、近いと、ミツバチにとってもすごくいい状況になるので。なるほど、なるほど。ありがとうございます。すごい、なんか、ね、暑いのに外ですいません、助かり。いえ、こちらこそせっかくやったらね、で、フェンネルもこの間ちょっと移植して弱くなったんだけど、もう出てきてる。ねえ、今この暑さで、まあでもね、畑だと水やりとかこれから大変だと思うんですけど。そうですね、もうずっと水がね、やっぱりスパイラルはいらない
と言われてるんですけど、やっぱこの季節はやっぱなかなかちょっと厳しいですね。なるほどね。ちなみに、最後にというか、もうね、30分になっちゃうんであれなんですけど、はい、そうだな、ハーブ、まあ、どんな方にっていうのはあれですけど、どんな人にでもね、ハーブできるんで、あれなんですけど、はい、こんな方に参加してもらえたらいいなとか、そういうのがもしあれば。やっぱり、家族にね、その植物を使って、何かしたいなと思う方とか、まあ、自分に使いたいなって思ってる方とかにはぜひ聞いてもらいたいですよね。そうですね。私も本当に、なんだろう、いわゆる病院のね、病院を否定してるわけでもないし、病院のお薬とかも時には絶対必要なこともあってっていうのはあるんだけれど、なんだろう、ちょっとしたですよね。日常の、私は最近本当メディカルをちょっと勉強してるので、やっぱり特にメディカルに関心があってっていうのもあるんですけど、ちょっとしたこう不調があるってなった時に、まあそもそもその、まあ、真由美先生もすごいそこ大事にされてると思うんですけど、こうから体の根本ですよね。だから今表面だけ痛いからその痛みを取るとか、そういうところではなくて、その、体の不調のそもそもの根本原因からこうアプローチするっていう上で、すごくこうハーブはやっぱり有効な、ね、手段のこう一つとして活用できるんじゃないかって思いますし、健康な時からまあそういうのを日常やっぱり取り入れると、うん、やっぱり体の日々の調子も違いますし、うん、それがやっぱり違ってくると、もちろん自分が健康であれば日々のそのいろんな活動のモチベーションも全然違ってくるしっていう、うん、なんかそういう意味の、まあ、最初の入りとして、でしかもそれはそんなに難しいことではなくて、うん、手軽にこうやっぱり活用できるものなので、それをなんかこうこの講座で増していただきたいなって思いますし、うん、それでもしね興味持たれて、もっと深くやりたいなっていうことであれば、真由美先生も講座やってますし、まだちょっとねメニュー化できてないんですけど、なんかそのメディカルのそういうねブレンドの、うん、まあ、処方箋って言ったらちょっと語弊がごめんあるんですけど、私医療者じゃないので、うん、なんかそういうアドバイスとかもねやれるようなっていうことで考えていけたらなっていうふうに思ってるので、うん、またぜひねご興味ありましたら参加いただけたらなと思っております。で、私真由美さん、先生の一緒に入ってくださってるハーブの会っていうのもね、うん、ありまして、無料でそちらはやっていて、 LINE の方のグループで皆さんね日々いろんなガーデニングですとかお料理ですとかやってるのをこうアップしていただいてるので、そちらの方もねなんかまた今度アーハブのオンラインやってほしいって個別に言われているので、またそっちもね企画していけたらなと思いますので、引き続きよろしくお願いしますっていう感じで、はい、短い時間だったんですけどすいません、あっという間に。でもね、まあ、学校の生徒さんと一緒に活動するのも本当に暑いの熱中症とかこっちはでも涼しいのかな、多少やっぱり緑が風はありますけど、日は暑いですね。暑いですよね。本当に。なんかレンジ。いや、まあでもなんか、この頃になってみて、やっぱハーブとかあるもやっててよかったなと思うのは、本当、体がね、元気で入れられるので、まあ、それが一番いいですね。そうなんですよ。だからうちの、主人も2週間前に戻ってきて、ハーブティーどうかなと思ったんですけど、もう全然飲んでくれてるし、もうこの間主人用のハーブチンキも作りました。あ、ねえ、いや、すごい。なんか私のチンキを試しに飲んでもらって、薬用用名酒的にこれ飲めそうって言ったら、あ、飲めるっていう話があって、もう主人もすごいよく飲むので、お付き合いで。ねえ、そうなんですよ。やっぱりこの時期になると、今ねコロナ解禁になって結構飲み会も増えてきてるのでね、あ、そういうデトックスの面でも、ね、ハーブはぜひぜひね活用してもらいたいなって。ないですよね、本当に。そうなんです。それこそそういう会もなんか作らないかんのかなみたいな
ぜひ。またその辺も相談させてください。はい、ぜひ、どんどん本当にハーブや香りのある暮らしをどんどん広めていきましょう。そうですね。はい。ぜひぜひ、これからもよろしくお願いします。7月もね、ご参加の方もいらっしゃるので、また、はい、はい、そちらの方もよろしくお願いします。ということで、はい、はい、すいません、今日忙しいのに、ありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。じゃあ、これはちょっと、それで。